こんにちは、みさきです。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、今日はこちらのアイロンを使って私の普段巻いている巻き方をやっていきたいと思います。基本的に私はアイロンを使って巻いていくんですけど、アイロンの方がコテよりもちょっと失敗しにくいということで、ちょっとアイロンでいつも巻いてます。普段コテが苦手な方、ぜひこれを見て参考にしてもらえたらなと思います。最後も噛みました、すいません。それでは動画スタート。ホリスティックケアのストレートアイロンを使っていきます。耳後ろでサイドとバックで2つに分けます。両間は同じくらいの量になるように分けます。中間からアイロンを入れて、毛先が外羽になるように巻いていきます。このくらいのカールになれば OK です。後ろの部分も少し前に持ってきて、中間から毛先に向かって外羽に巻いていきます。このくらいのカールになれば OK です。もみあげくらいから顔周りの髪の毛を取り分けます。アイロンを頬骨くらいの位置からまっすぐよりも倒して入れていきます。一回転させて毛先を持ちながら下までスライドしていきます。このくらいのカールがついたら少し手ぐしでほぐしていきます。鉢植えの髪の毛を分け取ります。だいたい3等分に分けて、先ほどと同じように外巻きで巻いていきます。後ろも同じように巻いていきます。この時に少し前に持ってくると巻きやすいです。一番後ろの髪の毛も前に持ってきて巻いていきます。反対側も巻いて、こんな感じで巻けたら OK です。ベイビーオイルを使います。乾燥具合でオイルの分量を出していきます。私の場合だいたい4滴くらいです。手のひらに伸ばして、しっかりと毛先の方からつけていきます。こんな感じで仕上がりました。最初に少し強めに巻いて、後からオイルでほぐしてあげると今っぽいフレアな感じになると思います。アイロンを使う方はこういうちょっと外側が丸みがあるアイロンを使うと失敗しにくいですし、すごい簡単にできますので、ぜひこれも参考にしてみてください。